いよいよこの時がやってまいりました。プリズムクイーンシリーズ開幕戦ピュアプレミアムウェディングカップ、いよいよ開幕です。アイラ頑張れ。まだ早いわよ。パパちゃまうるさい、静かにしてて。あー恥ずかしい。わーすごい人。当たり前っちよ。これに勝った人のほとんどがプリズムクイーンカップに進出してるっちよ。つまりピュアプレミアムウェディングカップを制する者はプリズムクイーンカップを制する。どうしたっちよ。私なんかがそんな大会に出ていいのかな。何やばいこと言うてるっちよ。そんなことじゃプリズムクイーンにはなれへんっちよ。それなんだけど、私にはプリズムクイーンなんて夢大きすぎてイメージできないっていうか、昔から競争は苦手で。うたくもアイラ、はい、ジャストモーメント。そなたと初めて出会ったピュアプレミアムウェディングカップ。アイラうわ、なんか変な人来た。あれはお母様。ジュン、一体どういうこと。あなた、ケイを呼んだわね。リズムをそなたの二の舞にする気。絶対にダメよ、絶対に。社長、大丈夫ですか。社長、大丈夫。ちょっと疲れが出ただけよ。一体何がどうなってるんですか。アセチ社長と神崎そなたさん、そしてケイさん、一体昔何があったんですか。ケイというのはオーロラライジングを考案した女性コーチ、そしてアセチ社長と自分にとって実の母親でもある。え、社長とジュンさんが兄弟。正確にはイフ兄弟だ。なんで社長のお母さんがソナタさんのコーチを。それは私から話すわ。私は小さい頃から母ケイにプリズムスターとしての英才教育を受けていたの。お母様、もうできません。京子、そんなことではエンジェルに会えませんよ。エンジェル。プリズムショーのリンクにはエンジェルが隠れているの。どうやったら会えるの。プリズムジャンプは心の飛躍。あなたの心がいつまでも輝き続けられたら、いつか必ず出会うことができるわ。本当？エンジェルの羽を手に入れられたら、あなたの心の輝きはオーロラのように光り輝き、天空に向かって無限に広がっていくわ。それがオーロラライジングよ。はい、お母様。トレーニングは厳しかったけど、母との関係は良好だった。でも父が家を去ってから、私は母の言うことにことごとく反発していった。試合に勝つことで母に反抗し続けた。そして私は14歳でプリズムクイーンになった。でもそこで得たものは喜びでも満足感でもない、虚しさだけだった。そんな時、神崎そなたが彗星のように現れた。ティアラカップを制したソナタと、その翌年ピュアプレミアムウェディングカップで初めて対決した。結果は僅差で私が勝ったけど、勝負に勝ったのはソナタだった。彼女の衣装は何者かによってボロボロに壊されていたの。それでも彼女は諦めなかった。私は初めて負けることを知った。それから私はソナタと対決するのが何よりも楽しみになった。私が新しいジャンプを飛べば、次の大会ではそれを上回るジャンプをそなたは飛んだ。そうやって私たちは
互いを高め合っていった。でも母は、あなたがどんなに努力をしてもオーロラライジングを飛ぶことはできないわ。私はオーロラライジングがベストだとは思ってない。絶対にそれを超えるジャンプを飛んでみせるわ。優勝はアセチ京子選手、プリズムクイーンはアセチ京子選手に決まりました。見た？私は神崎そなたですら飛べないジャンプで勝ったのよ。あの程度でオーロラライジングを上回ったとでも思ってるの？え？あなたのプリズム賞はイミテーション、欲にまみれたまがいものよ。なんですって？そういうところは父親に似たようね。私を黙らせたいならオーロラライジングを飛んでみせることね。でもあなたには不可能よ。冗談じゃないわ。飛んでみせればいいんでしょ。絶対にお母様のオーロラライジングを超えてみせる。